こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は6月1日からですね、EMS の料金が上がるということで、その料金表と、日本から海外に発送するのは、やはり EMS だと、ね、いうお話です。まず、新しい料金表、こちらのですね、画像をクリックすると出てきますけど、大体、よくある発送、1キロちょっとということでですね、1.75 キロ送った場合でちょっと比較してみました。まずアジア、今度300グラムまでっていう軽いのがなくなって、これほとんど使わないであんま関係ないですけどね、300円値上がりして3000と。アメリカが4100円。ヨーロッパ4550円。アフリカ6500円という値段です。これだけで見るとですね、ちょっと高いような気もするんですけど、じゃあ海外でこの類似のサービスを使うとどうなるかってことなんですけど、まずアメリカで言うとですね、US ポストが FedEx と提携していて、FedEx で送る形になります。この、数日で届くというサービスの場合ですね。それ1万5000円です。これアメリカの見るとですね、アメリカの方がちょっと早いんじゃないかなと、ね、送ったことない人は見えるかもしれませんけど、実際アメリカで、ニューヨークなのロサンゼルスに住んでれば、この日付通りで届きますけど、大抵はね、営業所に行くまでに、これプラス1日2日かかっちゃうとかいう、その、なんじゃそらというね、早い意味ないじゃんっていうことがよく起こります。だから実質この FedEx のサービスで EMS と一緒と。で、ちょっと落ちるサービス。EMS と一緒のサービスって言われてるもんでも、実際にはもうちょっと遅くなります。それで1万円。だからアジアと比べると5分の1、アメリカと比べても3分の1ですね。で、EMS よりかなり落ちる。日本でいうとこの猿みたいなもんで送っても4000円と。ここでやっとね、EMS と同じぐらいの料金です。一方、私が住んでるオーストラリア、ね、これはもうそもそも数日で送るというサービスそのものが存在しません。だから、急ぎというか数日で届けてあげようと思ったら、FedEx で送るしかないですね。FedEx、オーストラリアだとね、そもそも登録しないと料金表も見れないんですけど、日本の、料金表と、大体これ世界中、FedEx の場合は一緒です。だから大体、1万5000円ぐらい、このアメリカの料金が、そのまま、日本から送っても同じですし、オーストラリアから送っても同じ料金という形になります。でね、やっぱりこの、送ってね、eBay の場合は、送って、おお、すぐ届いたねと、この出品者いいねって思っていただいて、リピートしてもらうというのがね、一番儲ける勘どころです。だからこの数百円の送料をケチってですね、その代わり手紙を書いたり、ね、おまけをつけたりの手間をかけると。これはね、あんまり賢いやり方じゃないです。手紙がね、はまるか、おまけがはまるかっていうのは、まちまちですけど、早くね、確実に届くっていうのをね、こんな早く届ける必要ないのにと思う人は滅多にいません。で、そのためにかかるコストがね、300円だ、500円だというコストであれば、すいません、これ料金表でね、300円、500円値上がりしますけど、e パケットの料金もね、数百円です。e パケットの料金がね、数百円、ね、安くなると。それで e パケットを使う。これはあんまり賢い選択じゃないですね。で、ただ、評価稼ぎのね、初期の段階だと e パケットで送っても、リピーターはどうせ関係ないということでやってもいい場合もありますけど、今度別な問題があってですね、田舎の郵便局だと e パケットで持ってって、なんじゃこりゃとなる場合があります。実際ね、本当に外人が多い地域でなければ、e パケットとか、国際発送っていうのはね、あんまりないです。だからそういうサービスを持っていくとですね、こっちが局員に教えてあげなきゃいけないと。こっちもやり方わかんないと、もうどうしようってことになっちゃいますしね。またパソコンで印字するんで、そういうのがね、得意じゃない人はめんどくさいと。で、よくね、情報なんかを見ると、e パケット便利ですって書いてあるんですけど、大体便利ですって言ってる人はですね、情報発信してるぐらいなんで、パソコンには苦手意識は全くないと。ね、eBay にも慣れてる。国際発送にも慣れてるって方が多いです。普通の人の場合は、郵便局で聞いても分かる EMS で送ってですね、で、相手に喜んでもらった方が、はるかに効率よく儲かります。そこのところをね、EMS と e パケット、どっちがいいのかなとね、
あるいは、EMS の料金上がるんだなというのをね、見て、ちょっと久しぶりに比較してみたら、改めて思ったんで、シェアさせていただきました。海外発送は EMS で送っていただくのがおすすめです。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。